ほんならみんな撮影するで。準備ええか。ゆびくんに来てもらっとってね。なんかつけ麺食べたらお腹いっぱいやわ。気持ち悪い。はいおはよう。うわぺ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 キュンダラサラッタシャー。ケンくんいいよ、外で寝とって。私メイクするだけやから。来るの？おいで。トチ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 。おいで。おいで。おいで。頭気をつけてよ。うわ。ケン君、見てある。彼も彼もじゃない。カメラ見てある。おはよう。じゃあ私メイクするで。よこらめい。11キロになりました。はい、というわけで、新規初めてのメイク動画やでーっていうことで、早速私はもう今からメイクしていくの。暗い？そうでもない。大丈夫大丈夫。なんか遠い。なんかまだね、いまいちよく分かってないの。このメイク動画撮る時の画角がこれでほんまにええのかっていう話を。もうちょっと近づけようか。こんなもんじゃん。こんなもんや。はい、本当に本当にじゃなくて、というわけで、今宵もメイク動画がスタートいたします。あ、ゲープも元気に来てます。ウェペラペラペラペウェペラペラペラペカバカしたよね。ブラックビーン、おかえりのやるのね。ほんまにおかえり。うちがな、どんだけ待っとったかわかる？あんたら姫のことめっちゃ待っててんで。というわけで、本日はあのね、なんか髪の毛がウェポン落ちてるんですけど、そんな報告はどうでもよくて。え、ひげ生えてる。聞いてた話と違うな。剃ってくれて待っとったな。はい、ほな剃ってきたね。胸見とんのこっち。待っとってね。で、今の時刻がだいたい4時なんですけど、すごいぴったり16時。今日は朝起きて、昼ぐらいから、ズームで打ち合わせがありまして、1時間ぐらい。それが終わって、まあご飯とか食べて、この後、撮影がありまして、またこれとは別のね、軽く事務所での撮影がありまして、その後、ラジオです。で、今回のラジオは、スペシャルゲストに、仲間ちゃん、あやーと、福上野が来てくれます。で、今回のこのラジオが TBS であるんやけど、 TBS ラジオっていうやつね。トークアバウトっていうやつで、うちも何回か出させてもらったことある。2回ぐらいかな、出させてもらったことあるんやけど、MC でね、メインのダイスの工藤大輝さんっていう方がやられてるんですけど、今回その方がちょっとお休みってことで、なぜか私が MC に選んでいただきまして、ちょっと待って、なんで私話なんですけれども、世界一回すのが下手で有名なんですけれども、頑張っていきたいと思います。で、ちょっとそのカラコンが一個もないんで、びっくりした。その撮影とラジオまでにちょっと時間があるので、メイクしようかなと思って。コスメがね、結構変わったっていうか、あんまり変わってないんですけど。え、待って、やばい、今日1個目が開かないし、カラコンも1個も入んない。しっかりして。もうね、家の方がだいぶ完成してきて、もうあとは衣装部屋を作るだけ。もう衣装部屋はもうまだ冬物の服とかがもう段ボールに詰まったまんまで何もしてないんですけど、それ以外は全て完成しました。素晴らしくない？なんかこっちめっちゃゴロゴロする。イライラする。カラコンがゴロゴロするってうざいよね。うん、グッド。はい、というわけでもうどんどん、なんかちょっと頭見切れとる。こんなものどう？はい、グッディー。でもこんなペチャペチャ喋ってたら本当にどんどん時間がなくなっていくので、メイクを始めていきます。日焼け止めから塗っていきたいと思います。いつものアネッサのやつです。今日はちょっとみんなに話したいことがあって、本当はこの話も別の企画で混ぜて話そうと思ったんやけど、もうイライラしすぎて、もうイライラしすぎて、マジでもうイライラ、イライラとかじゃない、イラ
イラしてどうしようもなかったので、みんなに共有していきたいと思うんですけど、早速話していい？なんかね、テレビスタンドを頼んだんですよ。テレビスタンドを買って、でテレビ台じゃなくて今回はテレビスタンドが良かったから買いに行って、で今日持って帰れますけど、もし設置をお願いする場合は別日配送となってしまいます、で追加料金もまあかかってしまいますっていう風に言われて、でもその設置とか私絶対できないから、じゃあ別日で大丈夫なんで設置もお願いしますと言って、ちゃんとお金もお支払いして、その日程を組んだわけよ、そこのお店の人とね。でその日程組んだ日は私別に何もなかったやけど、その日程組んでから次の日ぐらいに、その日程組んだその日、配達の日にお仕事がちょっと入っちゃって、どうしようと思って、友達に来てもらおうと思って、友達に来てもらって対応してもらうことにしたのね。まあ、これはまあ仕方ないことじゃん。でもうこうやって喋ってると手順が分からなくなる。次はマリンさんのビームビューティーのやつ。まあ、ほんでその友達に来てもらって、まあ、当日になりましたと。でも私は仕事に出かけます、友達が対応してくれるってことで、で見えたのね、その業者の方が。で設置をお願いしたんやけど、その対応してくれた友達でも説明してたの、ちゃんと。もうお金も払ってあるから設置までしてくれるようにしてあるからって言ったら、でそしたらなんかその人が2人来たんやけど、スタンドの設置はしたんやけどテレビまではつけてくれなかったので、このテレビつけるところが難しかったり重かったりするのね。だから私お願いしたんやけど、でその友達がってなって、あれテレビの設置はみたいないう話をしたら、いやそれは僕たちは聞いてないですって言って帰ったらしいのね。でしかもこういう言い方じゃなくて、なんか言い方も結構悪い、なんかやからが出とる感じだったらしくて、でなんかその設置中もなんかこの2人でなんか揉めとったりとか結構ヤバかったらしいのよ。まあそこの現場に私はいないから何とも言えないんだけど、結構ヤバかったらしくて、で私が仕事から帰ってきた時に帰っちゃったみたいなこと言って、みたいな。でもさ お金とか払っとるしみたいな、そんなことないはずだよみたいな話をして、でも帰ったもんって言って、でその私はその態度もすごい悪かったらしいので、その人たちが。だからおかしいと思って、とりあえずそのドライバーの連絡先は分かんなかったから、買った店舗に連絡したので、こうこうこうでちょっと確認していただけますかみたいな言って、でまず私が間違っとるかもしれないんで、そもそも設置はテレビの設置までのことでお間違いないですよねって話を、さようでございますってお話しなさってて、でまあとりあえず私は間違ってなかったと。で、この人だ、じゃあドライバーに確認しますので少々お待ちくださいみたいな。でそのドライバーと設置してくれた人が一緒なのね。で確認いたしますので少々お待ちくださいって言って、でそっから2時間ぐらい連絡がなくて、でやっと連絡が来たと思ったら、ドライバーに確認しましたら、設置していましたらお客様がテレビの設置までは大丈夫というふうにおっしゃられたので帰ったというふうに言ってるんですけれどもって言われて、ちょっと待って、いやいやいや、なわけないよねって話やん。だってそもそもね、私が設置までお願いしたくて、テレビのお金もお支払いして日時も変更してお願いしてるわけやん。でそれも友達にも伝えたのね。友達っていうか神ちゃんね、カメラマンの神ちゃんにお願いしたので、そのこともちゃんと伝えて、ちゃんとテレビの設置までお願いしとるでねっていう風に伝え、もうちゃんと1から10まで伝えて理解をしてたの。だからんなわけがないのよ。でその神ちゃんの言い分的にも、そのなんかちゃんとテレビ台の設置はないんですかっていう風に聞いたって私は聞いとって、でそしたら、いや僕たちはそこまで聞いてませんから帰りますっていう風に言われたみたいな。だから帰っちゃったみたいな話をされて、私がカッチンってきて、何にカッチンってきたかっていうと、その嘘をついたことにカッチンってきたのね。だってんなわけがないやん、テレビの設置までお願いしへんって、お金払ってんだよこっち。これがもしさ、テレビの設置は無料でお客様が決めれますよみたいな感じやったら、その言い訳もまあ通せるわ別に。でもこっちお願いしてお金払ってるから通せるわけないよねと思って、私カッチンってきちゃって、ん？ちょっと待ってくださいって言って、今の話を全部したの。そもそもお金を お支払いしてますし、まずその言い訳はおかしくないですかっていうふうにお支払いして、お支払いし説明したの。でも私はドライバー の連絡先は知らなかったから、その店員さんを仲介に挟んでしか話せなかったから、すごい店員さんも申し訳なさそうに、申し訳ございません、こちらのミスですっていうふうに、で私もそんな強く言わずに、その店員さんは別に何も悪くないやん。だからこういうふうにお伝えして、来ていただけるように、設置していただけるようにしてもらえますか、手配お願いしますかみたいな、ではかしこまりました、本当に申し訳ございませんっていうふうにやったんやけど、これってうちが悪い？
悪くないよね、別に。で、そのテレビ台で来たのね。結局来てもらってないけど、もうすごいなんか、はい、お願いします。あ、これっすか。ああ、みたいな。はぁ、マジグーが出るところで絶対レスに出さないんですけど、本当にイライラしてたりするね。人にイライラすることってめったにないよね。けど、本当にイライラして、私ね、なんか何でイライラするって、その嘘をつかれたりとか、あの筋が通ってないことがすごい嫌なの。本当に筋が通ってないことが嫌いだから、おかしいじゃん、そもそも。で、変な言い訳もしだして。以上です。じゃあごめんね、これもなんかもうちょっと後で話そうと思ったんやけど、なんか正直自分の中でうまく言葉がまとまってなくて、後で話そうかなと思ったけど、イライラしすぎてちょっと先に話しちゃったんですけど、だからあんまりオチもあんまりないんですけれど。そしたらこちらのあの練りハイライト仕込み用ですね。で、それこそ私過去にさ、あのトイレに詐欺あったりしてるから、もうちょっとんって思うことがあると突き詰めちゃうのよ。問い詰めちゃうっていうか、もう19やけどおかしいことはおかしいやん。だって普通に人間としてね、そんな年齢関係ないやん。で、正直その人を見て舐めてたのか知らないけど、舐めんじゃねえよ、怖いよな。ごめんなの。はい、そしたらファンデーション、うわ、デコルテのやつ、赤。ごめんね、びっくりしたね。マジもう舐められることが世界一嫌いなんだ、私って。ヤンキーだから。マジ舐めてかかってくるやつおったら本当に地獄に落としたくなっちゃうぐらい心がヤンキーなんです。っていうのは嘘なんですけれども、誰だって舐められるの嫌やん。しかもそのそれもさ、なんかお金が絡んでるやつだったから、おかしいと思って、普通に負けちゃおれと思って。ハイデイ見て広がる風、日本語なら覚えるって話だよね。ごめんね。今日は時間にゆとりがあるので、ゆっくりメイクができそうです。あ、まっつい。何がっつって、この髪の毛がバカ熱い。しかも照明もたかれまくってるし、最近はファンデーションもちょっと薄付きにハマってるので、最近私こう見えてナチュラル思考なんです。なんか純欲とかこんな感じで、なんかメイクすると急に、なんか最近秋花粉やばくない？ねえ、花粉症のみんな、秋花粉がやばいんだよね。ちょっと一回薬飲んでくる、花粉の。ザッ。はい、グッディ。薬飲んだので10分後ぐらいには効いてくると思います。てかさ、話戻るとさ、ブラックピンクのさ、シャツ何が分かったよねって話だよね。もうなんだっけ、カンパネラだっけ、なんだっけ、なんかのサンプリングの最高じゃない。うち的には今回の優勝はロゼなの。わかる人いる？もう一番最後のみんながこうやって4人並んで、一人だけこうやって後ろ向いて、最後なんか喋るやつ、喋るって歌ってるんですけど、あそこが漏れすぎて、今回はロゼが、私的に個人的な意見ですけどロゼが優勝でした。ねえ、ノーシャドウがないんだけど、なんなの。あったけん、なんかもうゲップがさ、なんか毛がさっきから鼻の周辺にまとわりついてイライラするんだけど、お前で陣地を短くしてるのでここにも入れます。てか遠い、なんかそんなことはないよ。まあこんなもんでいいでしょ。そしたらシェーディングはね、こういうね、太めのブラシの方がいい感じにボケてくれるので、自然に太めのブラシでやることをお勧めします。なんかの動画でも言った気がする。いびき聞こえる、みんな天の、なぜか爆睡。めっちゃギャルやね、あうちよ。要は私がこんなにさ、はしゃいでてさ、寝れるね。次、アンドミーのハイライト。ハイライトは、最近は、結構ね、昔よりはナチュラルになった。昔はもう、ピッピカーンを意識してたんですけど、最近は、なんか、筆に残った粉レベルでやってます。でも、どうせかかるから。そしたら、アイシャドウ。あ、ごめん、本当に暑い。髪の毛ボブにしたいし、ロングにしたい、嘘、ボブにしたいし、ボブにしたい欲もあるし、髪の毛染めたい欲もあるし、でも、エクステが取れるまではとりあえず、ロング、しかもなんか、うちイコール黒髪ロングパッツみたいなイメージあるよね、やっぱ。それも大事にしていきたいわけよ。で、アイシャドウは、結構いろんなの使うんですけど、これにしよう。ディオールも、三角チュール、三角クール、サンククルールクチュール、クー多くね、もう K でええやん、全部。の729番の、これ全部マットなんやけど、この色を塗ります。なんか私、アイシャドウは、最初のベースは、ラメってよりもマットの方が好きで、結構マット系を塗ってます。これは結構もう発色がいいので、あんまり厚塗りになりすぎないように意識して。で、下の涙袋にも同じ色を塗ってます。
メージ的にはもうほんのりピンクみたいなイメージで囲みメイク。いや、うちデパコスのアイシャドウとかあんまり持ってなかったのね。で、ほんとこれこの2つをね、初めて、こっちはラメ系なんやけどこう買ったら、やっぱデパコスのだけあって粉飛び少ないね。あ、で私のこだわり、こういう何もついてない筆で縁をぼかす。これやるとやらないと全然違うから、見えてみて。これやるだけで一気にメイク綺麗になるし、垢抜けて見える。普通に自分の肌色とアイシャドウの色があんまりバキって差がなくなって綺麗に見えます。はい、できたら、まあ何でもいいんですけど、適当に茶色のアイシャドウを目頭に。これはもういつも通りだね。はみ出しすぎた。まあまあこんなもんでしょう。そしたらいつものクリオの、もうこれお前どんだけ出すねんっていう話なんですけれども、クリオのこの色で涙袋の影を描いていきます。なんかもうこの最近の暑いのか寒いのかさ、よくわからん。基本大嫌いなんやけど、わかる？秋コーデしたいけど暑いしみたいな、わかります？その気持ち。だからといって夏すぎたらなんかもう駅でよとか言われるし、なんなの。はい、こんな感じで涙袋の影描けたら、ここに細くライナーで描きます。そしたらラメをのせます。ラメはこのムーディーみたいな韓国のラメ。ラメ一回こうやって手に取って、あんまりついてないやつで全体的にこうやって塗ると、大きい、なんかなんだろう、綺麗なホロホロっとしたラメだけあのついてくれるのですごくいいです。あんまりラメラメしすぎるとメイクが汚く見えるので、目頭だけちょっと増やして光が入るように、こんな感じで。やっぱ通らない。ええー、よね、今日は。そしたらマスカラ下地はエレガンスです。なんか下まつげ伸びた、最高なんですけど。小さな幸せ。え、めっちゃ下まつげ伸びた。いっせーので、シアンワセシアンワセシアン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 ワセ。こんな感じでできたら眉毛だけ描いちゃいます。眉ガギグ。なんかさ、このさ、わかる、このさ、なんか髪の毛が当たってさ、肌に背中がかゆいの。こうすればいいよ。でもなんか貞子みたいじゃない。まあいいよ、もう誰とでも思ってください。何面白いの。そしたら今度こっちが熱いんだよね。もう本当に女の子ってどういう意味かな。こっちの方が長い気もするけど、まあえっかな。キャップどっか行ったんですけど、まあええやん。え、なんか私ってすぐ物なくすよね。そういう癖やめた方がいいと思う。なんか普通に、ほら、また眉マスカラもなくなった。え、あった、めっちゃ目の前にあった。怖い。はい、そしたらマスカラ。もう最近はずっとこれです。メイビリンニューヨークのスカイハイ、あのヘイフラがやってるスカイハイのスカイハイ。これは私、あ、危ない、あのお仕事でいただいて、で使ったのも感動してびっくり。本当にすごい。見てほら、伝わる？伝わんないよね。でもすごいの、なんか本当にまつげコームにマスカラがついとる感じやで、一発で韓国っぽいセパレートの綺麗なまつげができる。この子はすごいです。でも下まつげもこの子でやっちゃいます。見てこの違い、上まつげ今両方ともやっとって、下まつげこっちやってこっちやってない、すごくない？あのこのスカイハイのことをちゃんと紹介した動画をこの前マーカスちゃんと撮ったので、ちょっともうちょっと後になるんですけど、お楽しみにやよ。うわっ、ミスった。私毎回これ忘れる。このね、結構赤めの色をこれぐらい赤い、見えてるか見えてないかわかんないんですけど、をこの涙袋のじゃなくて目頭の際に塗ると目が大きく見えて漏れるので、いつもやってるんですけど、でもこれね、まつげ塗る前とかにやらないと、アイシャドウの段階でやらないと超やりづらいから、皆さんご注意してください。私は絶賛失敗しました。なんかキモくなっちゃった。今ナチュラル思考なのにめっちゃ濃くなった。もう最悪。そしたらまつげを乾かしてる間にチーク。チークはいつものリリーミューのやつを薄めやけど薄め広範囲に塗ります。こんな感じで。そしたらアイプチをします。できました。今日いつもより幅広いかも。そんなことないか。はい、二重できましたらアイラインチャンネルです。カロミーチャンネルを、最近はね、またね、ちょっと長めのアイラインにハマってます。ごめん、こっち長すぎた。限度っていうものがありますからね。こんなもんじゃん。そしたら石灰ラインも描きます。ほくろも描いて。なんか最近唇の皮がめっちゃよくれるの。なんで？石灰ラインができたらラメをのせます。ラメはこう
構日によって変わるんですけど、今日はディオールのこのラメをのせます。一回手で落としてラメだけをこうやってつけたい。で、ブラシで目頭をのせます。いいね。そしたら最近私がハマりにハマっているリップです。このディオールの、もう完全にディオールばっかりで、最近ディオールで買い物したんですけれども、ディオールのディオールアディクトリップグローリップバームの020番と、その上からこのディオールのアディクトリップマキシマイザーの20番を混ぜると、あのね、アイブのウォニョ先生、はい、はい、あの私たちのカリスマウォニョの先生の唇になります。私あんまりディオールのリップって合わなくて、実はこの皮むけの原因はディオールなのも分かってる。でも可愛いの。このリップバームだけ塗ったらこんな色で、もうもっとエレガンスに、エレガントにしたい時はこれを塗ると、ほら見て、可愛くないこの唇。なんかこのバームはなんかツイッターか TikTok かなんかでバズってたの。どう？一旦メイク完成したので、あの髪の毛やってきます。はーい、お待たせやでー。というわけで完成、メイク完成しました。なんか最近はまた一周回って、あの前髪をちょっと分厚くしまして、可愛くない？いい感じではないでしょうか。というわけで、新居初のメイク、そして私がブチ切れた話、特に喋ることないので終わります。バイバーイ。